から皆さんがお食べになりましたっていう。3年は節目ではありません。なぜならば事故は今も現在進行形だからです。同じ人間の行う行為により私たちが土地を追われることは道理に合わない理不尽さとともに大きな悲しみと無念さが心の底に横たわります。3年をあえて節目とするならば初めの一歩を今日のこの日から踏み出したいと思います。時計の針は止まったままでございます。人類基本計画、これにつきましては私ども独特の感情を持って見ております。このようなことを議論するのにもう福島の原発問題は解決したのかと。ここに来ない人、選挙に行かない人にどうやって気持ちを届けるか、一番困っていても声を上げられにくい人たちがたくさんいるので、その人たちと寄り添ってその人たちの声を届ける。はい、見てあげてください。って言ってもね、東ヨーロッパに輸出するので、まさにヨーロッパ人としてもここに参加する意味があるということは、まあ、そういう立場で多分参加してると思います。話すともう関心がないからもうシャットアウトするっていう、だからもっとこの問題にを議論するとか、そういう若い世代にそういう機会があればいいと思います。